はようございます。今日はゆぬちゃんの一日密着なので密着させていただきます。お願いしちゃいます。おはようございます。お疲れ様です。コラボ撮影終わりましたね。終わりました。どうでしたか？普段透明感がすごくて、うん、ずっと見てたんですよ私、はい、それであの話聞いた時にコラボするのかなって嬉しくて、嬉しさを動きで表していただきたいです。おお、超嬉しそう。嬉しいでしょ。じゃあ次の撮影場所に、はい、行きましょう。向かっていきましょう。みんなに密着するじゃなくて、私に密着なの？そうですね。なんで私なの？いつも完璧、ゆなちゃんの。そこまでイケメン好きじゃないみたいなこと。そう、生活タイプの人とかでさ、よく話してるの、なんかさ、ちょっとみたいなこと言われるからさ、なんかそれで気まずくなっちゃって、みたいな。話しかけてこなくなっちゃうみたいな。男女で話してるだけで結構うちのこと言われる。よいしょ。私、全部私のものです。違います。みんなのお昼ご飯です。いやー、そうです。ちょっと来ないでください。え？私もですから。ちなみにそれは何ですか？カレーのやつと、はい、梅とわかめとエビと、はい、明太子のやつと全部うどんですね。ちなみにどんな人がタイプとか？常識がちゃんとあって、はあ、清潔感があって、僕は将来的な話なんですけど、はい、お酒とか、うんうん、なんか暴力しないだったりとか、うん、あの浮気とかそういう、ね、女の子関係とか大丈夫だったりとか、うん、ちょっと最近思うのが、はい、SNS やってない人。あ、SNS やってない人はなんかしっかりしてる。なんかつながりがないから、そうそう、失敗がない。まあ、まず顔はよく会ってほしい。そう、ゆなちゃんのタイプ、中学生のタイプじゃない。しっかりしすぎて大人が語るタイプの男の人。かわいいね。目がハートになる。始まりました。かわいいね。なんかストーカーされてるしてましたけどね。してましたけど、いつも完璧ゆなちゃんの密着ってことで、ちょっといろんな秘密も知りたいような気もしなくも。はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。